皆さんこんにちは、高木義成です。これから高木式ゴールキーパーメソッドをお伝えします。ドロップキックを行うメリットは2つあって、1つ目は強風時のリリースでブレが少なくなる。2つ目はサイドボレーに比べて速いモーションで蹴ることができます。以上のことからドロップキックを身につけるとキックの幅が広がるので、技術の一つとして覚えておくと良いと思います。リリースして落とし際を蹴ります。で、蹴り上げるのではなくて振り落とすイメージで、ボールを潰すイメージで蹴ります。そうするとそのパントキックよりも速くていいボールが行ったりする場合もあるので、使い分けができるのが一番いいです。最近使うことは少なくなったと思うんですが、ドロップキックをいきます。いかがでしたでしょうか。このポイントを意識して僕と一緒にいいキーパーになっていきましょう。このチャンネルでは高木式 GK メソッドをお伝えしていきます。ためになったと思う方はチャンネル登録といいねをぜひお願いします。もっと詳しく知りたい方は概要欄のリンクをチェックしてください。そこでは高木式 GK メソッドの一番大事な部分を無料で皆様にお伝えします。